ではドリーム戦1号艇の関選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、今スタートドッグもされてましたけど、手応え感触いかがですか？手応え感触あんま良くない、はい、どのあたりが気になりますか？ちょっと押し感ないなって今スタートドッグ行ってみて、はい、ちょっとペラの方向性変えようかなって思いました。やっぱもう昨日からずっとその出口、そのターン周りで押す感じを求めて、はい、そうですね、そこを求めたい人なんで、はい、それやってみて、はい、今日ちょっと忙しくなりそうな感じです、はいはい。まあ、直線関係昨日いかがでしたか？やっぱさっき特訓出た感じの直線普通かなって思います、はい。じゃあ、まあ特に今のところ、まあ、よくて水準レベル船橋の、はい。まあ、ちょっとメンバー見て、まあ、この選手ちょっといいなっていう人とか いらっしゃいますか？やっぱ4番ですかね、はい、豊田君は足合わせしてもやっぱちょっと行かれる感じ、昨日もありましたし、はい、まあでもさっと行って逃げるだけだと思ってるんで、はい、そこの調整したいですね、はい。ではそのスタート感いかがですか？そうですね、スタート感、まあ、練習して掴、はい、みたいです、はいはい。では最後にファンの皆様に一言お願いします。しっかり逃げれるように頑張ります。じゃあドリーム戦2号艇の高倉選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、昨日1コースから2着という結果でしたけど、船足いかがですか？そうですね、ちょっと出足とか系で合ってないような感じはしますね、はい。ちょっとそのあたりが甘い？そうですね、ペラをもらった時から叩き替えたんですけど、ちょっと合わせ損なってますね、はい。高倉選手自身もちょっと出足求めて、昨日は調整された？昨日はちょっと伸びを求めてたんですけど、はいはい、ちゃんと水を掴んでないような感じになってましたね、はいはい。そう、直線の部分はいかがでしたか？直線は、まあ、変わらないぐらいだと思います、はい。まあ、今日ドリーム戦に向けてはどんな調整されますか？そうですね、起こしとか離れがちょっと不安定だったので、しっかり水を掴ませれるようにそこからですね、はい。まあ、ちょっとドリーム戦のメンバーご覧になって、まあ、ちょっとこの選手出てるかなっていう人いらっしゃいますか？はい、どうでしょうね、みんな上手いので何とも言いづらいんですけど、はい、トヨタ君とか昨日すごいピンピンなんで、はい。まあ、2コース高倉選手、イメージいかがですか？そうですね、ピン6のイメージがあります、はい。スタート感いかがでしょうか？スタート感は昨日は大丈夫でしたね。では最後にファンの皆様に一言お願いできますでしょうか？昨日1号艇で飛んでしまったので、今日しっかり着取れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。じゃあドリーム戦3号艇の松山選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日走られてみて、まあ、1着6着の結果でしたが、船足いかがですか？とターン周りはいいと思ってるんで、あと直線みんなについていけるぐらいにできたら戦えると思います、うん。現状で直線どれぐらいのレベルでしょう？は普通ぐらいなんで、ちょっといい人となると厳しいかなって思ってます。直線関係でちょっと豊田選手が目立つっていう話も周りの選手からありましたけど、はい、まあ、ちょっと比較するとちょっと弱いかなぐらい。そうですね、はい。スタート感昨日いかがでしたか？はもう勘通りはいけてます、はい。まあ、3コース想定で考えてもよろしいですか？はい、はい。まあ、3コース松山選手自身イメージいかがですか？好きなコースです、はい。では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、3コースなんで思いっきり礼します。応援してください。ドリーム戦4号艇の豊田選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日一走されてみて、すみません、昨日連勝でしたけど、はい、船足って答えいかがですか？足はいいと思います、はい。どのあたりが良さそうですか？まあそうですね、全部の足がつながりがいいので、まあ、行き足から伸びとかのつながりもいいですし、はい、まあ、回ってからのつながりもいいんで、はい、気に入ってます。ターン周り出足に関してもある程度納得されてますか？そうですね、つながりがいいので、まあ、そこも来てます、はい。まあ、スタート感とかいかがでしょう？スタートはもう全く分かってないですね。まあ、スローとダッシュどちらからの方がやりやすいとかってありますか？いや、ちょっとダッシュしてないので昨日、はい、はい、スローですかね、わかんないですけど、はい、はい。乗り心地いかがでしたか昨日？乗り心地は、はい、あんまりそもそも気になるタイプじゃないので、はい、乗りやすいです、はい。では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、関ヒロやつけれるように頑張ります。お願いします。ドリーム戦5号艇の中村選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日連勝でしたけど、船足いかがですか？普通ですね、全体的に普通くらいだと思います。いいところは特になかったですかね？そうですね、乗りやすさがあるんでそこがいいかなと思うんですけど、もう直線と出足は普通くらいなんで、そこを上積みしていきたいですね、はい。まあ、特にどちらが今来てほしいかなっていうのありますか？そうですね、僕はターンの主観とかが
ある方が好きなんで、そこを求めていきたいです。昨日、ダッシュ戦では0球のスタートでしたけど、見え方いかがでしたか？ダッシュはそれなりにいいスタートいけたんですけど、後半の陰線はちょっと遅れちゃったんで、そこだけ修正できたら今日はいいかなと思います。まあ、ドリーム戦メンバーご覧になって、まあ、ちょっとこの選手出てるかなっていう人いますか？そうですね、一個うちの豊田さんが、豊田健翔さんがなんか良さそうな感じに見えるんで、まあ、それに乗っかっていけたらいいかなと思います。はい、では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、ドリーム5コースから行くと思うんで、しっかり今繰り出し決めて勝ちたいと思います。応援お願いします。ではドリーム戦6号艇の井上選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、昨日ちょっとアクシデントがありましたけど、試運転などで船足いかがでしたか？いい足してます。どのあたりが？全体的に余裕がありますね。まあ、ちょっと転覆の影響があるかないかはちょっと今日走ってみてっていう形です。今から乗ってみて、はい、影響なければそのまま行きますし、はい、影響あればしっかり調整していきたいと思ってます。はい、まあ、全員と足合わせしたわけではないのでちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、メンバーご覧になって、まあ、比較の面でも少しちょっと良さそうな、多分全体的に余裕あるって僕は思ってます。スタート感いかがですか？大丈夫です。コースについては、離れ飛ぶとかそんなん以外は6コースから行きます。はい、では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。